皆さんこんにちは、ラッキーです。今回のテーマは片付けの心理学、人生の大逆転が始まる大掃除の極意ということで、そもそもですが、片付けができない人と片付けができる人、一体何が違うのか。理由はとてもシンプルで、片付けができない人は片付けなければならないと思っている、片付けができる人は片付けたいと思っている、それだけの違い。食べたいから食べるのと同じで、片付けができる人は片付けたいから片付けているだけ、頑張っているわけではないんですね。では片付けたいと思えるようになるにはどうしたらいいのか。これも簡単な話で、片付けのメリットを知ること、これが何より重要です。最近は心理学や脳科学の発展で、すっきり整った部屋は人生に計り知れない影響を与えるっていうことが分かってきました。仏教の禅寺でも、1に掃除、2に信心といって、自分を変えるには仏道よりも身の回りをきれいにすることだよと教えています。片付けをすることで考え方や生き方に変化が出てきて、仕事、お金、人間関係、性格、容姿などあらゆるものがよりよく変化します。新しい人生が始まります。これらのメリットを知ることで、片付けにはこんなにたくさんのメリットがあるんだとなり、片付けなきゃが片付けたいに変化する。ここまで来れば片付けは半分終わったも同然です。でもどうやって片付けたらいいのかわからない、もう手がつけられない、そんな方も見えるかもしれませんが、大丈夫です。実は僕自身、10年くらい前までは片付けが大の苦手だったのですが、片付けには正しいやり方があって、捨てる、整える、リバウンドしないようにする、多少コツはありますが、正しい片付け法さえ身につければ、いとも簡単に部屋をきれいにキープできます。ということで今回は、片付けの5つのメリットと、片付けの具体的なやり方、この2つを順番にご紹介させていただきます。片付けを好きになれば、人生がドラマチックに変化していくと思いますよ。というわけで、早速行ってみましょう。片付けのメリット、その1つ目はこちら。清らかな心になる。これは部屋が綺麗だと清々しい気持ちになるというレベルの話ではなくて、乱れた部屋で過ごしていると人間がダメになる、精神不安定になるというちょっと怖い話です。わかりやすいのがブロークンウィンドウ理論。環境が乱れていると心も乱れるという法則です。例えばニューヨークでは、地下鉄の落書きを消したら凶悪犯罪が半減しました。交通課のおまわりさんによると、事故車の8割くらいは車内が散らかっているそうです。もう一つ面白い話があって、現場の庄司ですでおなじみのテレビレポーター庄司のりこさん、事件現場のマンションに到着すると、現場はあの部屋ねと一発でわかるそうです。超能力者みたいですが、そのからくりは簡単で、ベランダの一番汚れた部屋が大抵事件現場なのだそうです。また大阪のある中学校では学校崩壊状態でした。校内はゴミや落書きだらけ。そこで保護者たちがゴミを片付けたり落書きを消したりしたところ、校内がきれいになっていくのに比例して、子どもたちは落ち着きを取り戻し、学校崩壊からよみがえったそうです。心が乱れているから部屋を乱すのではなくて、本当は部屋が乱れているから心も乱れるのですね。これがブロークンウィンドウ理論。ここでちょっと想像してみてください。左側にはすっきり整った部屋、右側には乱雑に散らかった部屋、どちらの部屋の方が健やかな気持ちでいられるでしょうか。あなたを不安な気持ちにさせるのはどちらの部屋でしょうか。物事に集中できるのはどちらの部屋でしょうか。家族のいざこざが増えるのはどちらの部屋でしょうか。自分の将来について真剣に考えられるのはどちらの部屋でしょうか。めんどくさい気持ちになるのはどちらの部屋でしょうか。整った部屋と散らかった部屋では心の持ちようが全然違ってきます。これだけでも片付ける価値は十分にありますよね。夫婦喧嘩が多い、子供のやる気がない、集中力がないなど、心の乱れの原因は散らかっているものから出ているざわざわ感かもしれませんので、部屋をすっきり整えると何かしらの変化が出てくると思いますよ。で続いて、片付けのメリットの2つ目はこちら。お金が貯まる。いらないものを捨てていくと、残るものはお気に入りのものになります。
お気に入りのものに囲まれて生活していると、本当に気に入ったものや上質のものしか欲しくなくなってくる。安いから買っておこう、便利そうだから買ってみようということがなくなってきます。また片付けは物をたくさん捨てますが、捨てる時には心が痛みます。この T シャツ高かったのにみたいにね。この痛みを感じることで物を買うことに対して慎重になります。これ可愛いけど着る機会も少なそうだしやめておこうというように買い物上手になれます。そんな2つの理由で無駄な買い物が減り、散らかすものも減る。お金の節約をしながら上質で豊かな暮らしができるっていうわけです。というわけで片付けのメリットの3つ目はこちら、ダイエット効果。散らかった部屋にいるだけでストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されます。慢性的にコルチゾール濃度が高いと体重の設定値がだんだん高くなってしまうんです。体重の設定値とは、例えば僕の体重は63キロですが、正月太りで66キロになろうが、風邪をひいて59キロになろうが、1ヶ月もすれば63キロに戻ります。つまり体重の設定値は63キロ。これが散らかった部屋で暮らしていると、64キロ、66キロ、68キロとどんどん増えていく。痩せない体質になってしまうんです。さらにコルチゾールは満腹ホルモンレプチンの分泌を低下させるので、必要以上に食べてしまう。このダブルパンチでだんだん太ってしまう。コルチゾール太りは特にお腹周りに脂肪がつきやすくなります。それとは逆に、綺麗で整った部屋で眠ると睡眠の質が高まります。睡眠の質が高まると、食欲ホルモングレリンと満腹ホルモンレプチンが正常に分泌されるので、無理なくダイエットできます。部屋の散らかり具合と体重には密接な関係があったんですね。で、続いて、片付けのメリットの4つ目は、こちら。メンタルが強くなる。散らかった部屋で暮らしていると、メンタルがどんどん弱くなります。というのは先ほど散らかった部屋で暮らしているとコルチゾール濃度が慢性的に高くなると言いましたが、コルチゾール濃度が慢性的に高いと脳の海馬という部分が物理的に小さくなります。海馬は感情コントロールする役目があるので、そこが小さくなると不安や鬱に悩まされたり感情的になったりします。部屋を片付けただけで鬱や精神疾患が改善したという研究報告もあります。メンタルが弱くなるとそれだけで生きるのが辛くなりますからね。そうならないためにも片付けはやっぱり大事っていうことですね。で、最後、片付けのメリットの5つ目はこちら、悩みが減る。仏教では悩みのほとんどは執着が原因と言います。執着とは必要のないものを必要と感じてしまう錯覚。例えば腐れ縁の友達と離れられないというのも執着。息子が体操教室を辞めたいと泣き叫んでいるのに辞めさせることができないというのも執着。他にも、あの人が許せない、友達にこんなことを言われた、あの時こうしておけばよかった。いずれも過去の執着を捨てられないから苦しみ続けるということです。では執着を捨てるにはどうしたらいいのかというと、それが物を捨てること。必要のないものを捨てても大丈夫なんだ。無駄なものが減ると気分がすっきりするんだ。捨てる勇気と未来を大切にする気持ちが出てくると過去の執着を手放すことも容易になります。一つ捨てるたびに執着心が剥がれていきます。執着心が弱くなると、例えば部長に嫌味を言われても5分後にはすっかり忘れている、そんな切り替えの早い自分になれます。その結果として悩みやイライラも減ってくるっていうことですね。というわけで、いよいよここからは片付けのやり方ですが、順番は捨てる、整える、リバウンドしないようにする。ですが、最初の捨てるが8割。捨てればほぼ終わったも同然。あとはおまけみたいなものですからね。というわけで、まずは捨てる。どういう基準で捨てたらいいのか。ミニマリストのように必要最低限まで捨てる。こんまりさんのようにときめくものを残す。捨てる基準はいろいろあると思いますが、僕が一番簡単でスピーディーと思う方法はこれ。家のものをすべてリサイクルショップに売ったとして、これを買い戻すのか。1年以上履いていない靴、3回しか使っていないミキサー、なぜか5セットもある菜箸、財布からお金を取り出してこれらを買い戻すのか。
菜箸1セットを残してあとはいらないですよね。こんな基準で物を捨てていくとスピーディーに終わります。ガンガン捨てられます。もちろん人にあげる、メルカリで売るっていうのでも OK です。ガンガン捨てて後悔しないのっていう疑問もあると思いますが、後悔することはあります。捨てて後悔するのは多くても100個中1個。我が家でも前回片付けをした時に大量のものを捨てたのですが、それから1ヶ月後に穴あけパンチ700円を再び購入しました。でもこれをもったいないとは思わない。というのは、例えば東京の1畳あたりの家賃は平均5100円、年間で6万円以上です。もしも100個中1個の後悔をしたくないがために100個全部取っておけば1畳以上の面積を占領されます。すると所有コストは年間で6万円以上、10年取っておけば60万円以上です。そう思うと穴あけパンチの700円の方がはるかにお得ですよね。何より物を減らせば部屋が美しくなるだけでなく、たくさんのメリットを得られますからね。リサイクルショップで買い戻すつもりのないものは捨てた方がお得なんですね。ただ捨てるときは感謝が必須。今までありがとうって感謝することで物を捨てる罪悪感から解放されます。それからもう一つ、思い出の詰まったものは捨てづらいですよね。昔の写真、トロフィー、卒業証書、中学校で作った小物入れ、旅の記念品、旦那からもらったラブレター、押し入れの奥で埃をかぶったままなのに捨てられない。それは優しさだと思います。なので取っておきたいものは取っておいた方がいいと思います。ただ捨てるかどうか迷うのであれば、写真を撮って捨てるのがおすすめです。というのは、本当に捨てられないものはそのもの自体ではなく、ものにまつわる思い出だからです。写真に撮れば思い出は残せます。デジタルで保存すれば場所も取りません。クラウドに保存すれば地震、火事、洪水などの災害で思い出を奪われる心配もありません。あと昔の写真はスキャンして捨てる。デジタル化しておけばいつでも写真に戻せます。思い出のあるものは捨てづらいですが、写真という技を使うことで一気に片付くと思いますよ。というわけで、捨てるが終わったら整える。整え方は簡単で、必需品をインテリアにする。部屋に物が少ない、お気に入りのものばかり、こういう状態だと必需品がインテリアになります。あとは配置を決めるだけ。ポイントは隙間を空けること。隙間を空けることで高級感が出ます。100円ショップやドンキは隙間なくぎっちり詰め込むことで商品を安く見せています。逆にブランドショップは商品の隙間を空けることで高級感を出しています。これは家庭でも同じ。隙間を空けることでどことなく高級でおしゃれな雰囲気になります。隙間があって安っぽく見えるのは歯並びだけです。クローゼットや収納ボックスもインテリアにはなりませんが、やっぱり隙間が大事です。片付けた時点でパンパンだと3ヶ月後には確実に溢れかえります。見える部分も見えない部分もいっぱい隙間を作りましょうっていうことですね。というわけで、整えるはこれで終わり。次はリバウンドしないようにする。これはポイントが2つあります。1つ目はワンインワンアウトというテクニック。やり方は簡単で、一つ買ったら一つ捨てる。新しい洗濯機を買ったら古い洗濯機は必ず処分しますよね。いやいや、我が家は全部取ってありますっていう人はいないと思います。それと同じで、一つ買ったら一つ捨てるを続けていけば永久に物は増えない。例えばこの服欲しいなと思った時に捨てるものを考えてみる。捨てるものがあれば買う、捨てるものがなければ買わない。ワンインワンアウトという簡単なルールを守るだけで部屋は散らからないし、無駄遣いも防止できます。で、リバウンド防止2つ目のポイントは感謝。靴はいつも私を支えてくれてありがたい。布団もお茶碗もボールペンもありがたい。財布もメガネもドライヤーもありがたい。ありがたい、ありがたいと感謝すると物に愛着が湧き大切になります。大切なものは散らかりません。また感謝すると不足感がなくなり物欲が減るっていうことも数々の心理学研究で分かっています。自分は必要なものを全て持っている、特に欲しいものはない、そういう気持ちになれるのですね。
つまり物に感謝をすれば物が増えないだけでなく、今あるものを大切にできる。そうなればもう散らかりようがないですよね。実は感謝こそが部屋を散らかさない最強かつ最も簡単な方法、片付け術の王様だったのです。というわけで今回のまとめです。綺麗に整った部屋はどうも落ち着かない。少し物が多いくらいが落ち着く。そう感じる方も見えると思いますが、そういう人にこそぜひ片付けをしてほしい。というのは、乱れた部屋で暮らしていると心も乱れます。それが長年続くと心の乱れた状態が普通になります。そこで部屋を整えると部屋の波長と自分の波長が合わなくなる。これがどうも落ち着かないの原因。でも整った部屋で8週間も過ごせば自分の心も整ってきます。やがて心が整った状態が普通になります。そうなれば閉めたもの、今度は逆に部屋が散らかると落ち着かなくなります。片付けたくなります。実は部屋の波長に敏感な人ほど片付けの素質があるんですね。だから綺麗に整った部屋はどうも落ち着かないという人ほど片付けをしてほしい。片付けのやり方は本編でご紹介しました通りです。いらないものを捨てていくときっと驚くほどすんごい量になるはずです。今までこんな部屋で暮らしていたんだと驚くはずです。そしてすっきり整った部屋で暮らせば心が清らかになります。やる気や集中力がアップします。いざこざも減ります。買い物上手になり、お金も貯まります。睡眠の質も高まり、スタイルも良くなります。メンタルも強くなります。執着を手放せるので悩みや怒りも減ります。片付けのいいところは部屋が綺麗になることではありません。本当の利点は人生が豊かになることです。片付けが済んだその先に今よりもっと大きな幸せが待っています。新しい人生をスタートさせるんだ、そんな気持ちで片付けを始めれば一気に片付くと思いますよ。で、最後の最後に皆様へご挨拶。今年も1年皆様には大変お世話になりました。いつも見てくださる方がいるからこうして好きなことを喋ることができます。充実した毎日を送ることができます。心から感謝しています。本当にありがとうございます。来年もお役に立てる情報を発信していこうと張り切っていますので、これからも何卒よろしくお願いいたします。それでは少し早いですが、皆様良いお年を。